ここに生えてきてるでしょ、大人の階段みたいな毛が。これですよ、これ。この解説をしたい。で、ここに張ってるこの毛がね、まあ自然に生えてきたんですが、このようにふわふわの毛が生えています。思春期になったんで生えてきました。で、このふわふわですが、マイクを覆うふわふわ、フェイクファーテープだね。ここにフェイクファーテープというのを貼ると、風よけ、風のノイズを、抑えることができます。で、フェイクファーというのは何かというと、これだね、こういうやつ見えるかな、ふわふわの毛、真っ黒クロスキーみたいなところさ。これはあのザクティに貼るときに使った、ザクティのマイクを覆うときに使ったやつで、幅2センチのフェイクファーテープなんですが、今回ハンディカム 720V のマイクの部分は覆うためにはだいたい4センチ ×3.5センチぐらいの面積が必要だったんで、幅2センチのフェイクファーテープではちょっと幅が足りないということになりまして、でフェイクファーのテープではなくて生地で買いました。ネットで安いの見つけて、送料込み294円と、その時ちょうど送料無料セールやってきた。で、大体4センチ ×3.5 センチが欲しいのに届いたのがこの大きさです。こんだけ広いけど、ほら、ここだけ切り取って使った後、フェイクファー、黒いふわふわ、偽物の毛皮。これね、ビデオカメラに合わせて黒を買ったけど、これが白いと、女が首の周りにふわふわ巻いてたりとか、ヤンキーが車の中に敷きたがったりとかするやつよ。うん、これ余っちゃった。で、そのフェイクファーテープを、マイクのサイズに切って両面テープで貼ったというのがこちらです。じゃあこのフェイクファーテープでマイクを覆うことによってどのぐらい、違いがあるのか、風に対して強くなるのかをこれから、検証してみましょう。ハンディカムのマイクをフェイクファーで覆うとどのぐらい風に強いのかを、比較します。一定の風を送るために車のエアコンを使います。フェイクファーテープ付きです。今オフ、はい、1にしました。はい、2。はい、3。4。フェイクファーテープを取りました。1。2。フェイクファーテープをつけました。1 2 3 4 4。のままフェイクファーテープを外します。3です。3でフェイクファーテープ付きからフェイクファーテープを外します。2です。2でフェイクファーテープが付いてます。ここから外します。はい、1です。1でフェイクファーテープが付いてます。ここから外します。はい、外した。よし、いいでしょう、これ結構。ということで、フェイクファーテープのありなしの比較をしていましたが、かなりいい成績じゃないでしょうか。何でしょう、これね、手間がかかってないというか、両面テープとフェイクファーテープの切れっ端だけなんで、まあ俺が使った金額が294円足す
両面テープで105円、それでこれだけの違いがあるということなんで、皆さんフェイクファーテープやってみてください。思春期になると生えてきます。保健の先生に相談してください。